2022邪戦剣ネクロマンサー31枠目、ワコネクロマンサー。はい、ヨシベイさん、黒金さんいらっしゃい。ルルルルル、あ、戦闘途中ですね。ハイボーガーとやってる。夜中に一人で遊ばないでください。参考目さんいらっしゃい。一人じゃないです、みんなとやってますから。ディグザさん、黒金さん、ありがとうございます。クラスおじさんいらっしゃい。ヨギさんが1番さん、八個目さん、9個目さん、アガト大門さんいらっしゃい。最近は展開の方がちょっとあれですか。アガト大門さん、妙見さんいらっしゃい。3年B組ドンパチ先生さんいらっしゃい。お金貯めてたよ、確かね。わこ、14個目さんでしょ。でたたたです。最近チンチンポコチン歌いませんね。いやいや、上品に言ってるんでチンチンポコチンなんか歌うわけないじゃないですか。もう17個目されちゃい。グロス、そんな下品な歌を誰が歌うというんですか。聞かな、あ、聞かなかった。お疲れ様。ノーコンキッドされちゃい。マイク聞かなかったよ。和骨です。日曜の劇場。はい、トーンを再現して。和骨です。バースを再現して。チンチンポコチンって歌うとマイストが悲しい目をするんですよね。でな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 。チンチンポコチン。ちょっと今のはリクエストがあったんでちょっと歌っただけですけど、本来歌いませんよ。でんでんでん、伊賀さんがあれです。はい、おかしいな、肉欲にまみれてるようにしか見えない。愛です。アガドダイモンさんがあれです。日曜愛の劇場です。ダーベロスフレーズは歌ってますよね。まあ特別ですよね。いやいやいや、そんな、あったあった。和骨です。ネクロマンサー。スーザンさんです。ほら。猫じゃらしさんいらっしゃい。おじさんありがとうございます。ツーナーさんいらっしゃい。テクテクわっしょいホリデー、わっしょいサンデー。和骨です。ニコ生一上品な方法。タカさんいらっしゃい。上品上品上品だな。みんなで下品にならないように監視しなきゃ。ねえ、下品になってないです。まあ今日はもう金稼ぎ枠だからなりようはないですけどね。おう、上品な配信。上品ですから。謎の青い顔の総統さんありがとうです。なりようがないというフラグ、なりようがないですよ。これを視聴していると日曜日も終わっちゃうんだなぁなんて思ってしまいます。なんかそうですね、ネクロマンサーやってると日曜日もうね終わっちゃうな。もう終わってしまう。宇から三角関係を生み出すマシンの力を投げるなよ。いやいや
もう三角関係は決着つきましたから、もうね。まあ、ひそかに三角関係ですけど、ロミナの本命はやっぱりラックスなんですよ。ネクロマンサー症候群ですね。マイスト とは関係持ちましたけども、やっぱりラックスの方がいいということでね。はい。マイストは残念ながら早かったんで、ちょっとね、ロミナのお気に召さなかったみたいな、そうだね。ロミナにはバロンの壁がちらついてるんですよね。まあ、バロンとはちょっとね、どうしようかみたいな。バロンとはね。マイストはちょっと、かわいそうだけど。茶こし下がりです。穴兄弟スタートからの三角関係、そして男同士にも進む、穴兄弟ってバレたんでしたね。そうだ、バレ、ちょっとバレそうになって、ロミナがちょっと動揺してましたね。ちょっと痛い痛い痛い。おう、ちょっとやったんで、戻ろう。謎のアイコンの相当下がりです。よし。ところがラックスとマイスとも、いやいや、このゲームでラックスはヒットポイント高いですね。さすがに奇跡。マイスとは高いね。その分複数回いけたはず。道具使うとわからんか。よし。いやいやいや、どう、俺は道具あのよし、私は道具で行かないわよ。いや危ない危ない防具、まだ武器からマイストじゃ私行かないもの。8万、いやまだまだある。バトラックス装備できないか。ライドニー5万か、5万。オッケー、マイストもライドニー、これ10万。ロミナもライドニー。まあロミナはいらないか、バーノスやるから。洞窟かまないわよ私。パスワード取っとくか。パスワード屋さんどこいるんだ。パスワード取っとかないと、脱出。ああ高いね、ちょっと待った脱出かけた時にここに戻ってくる。パスワード取ったとこに戻るらしいから。パスワード取ったのだいぶ前の街だからね。おもちゃをギアって言ってごまかしてもダメですよ。いやいや、私は相当寂しい時にしか使わないもの。よし、もうどうしようもない下品だよ。下品じゃない、下品じゃない、上品なのさ。ロミナさんはこの廃炉画の胸板にも浴場していると。私そんなにメスだけじゃないのに。もうよし、お、マイストレベル27。みんなが眠り始めたとき。オッケー。おイエス。ハイローがいいですね。我らハイローが三兄弟。ハイロ。でもすごい筋肉ですよ。ローが。タロウ。すごい筋肉だね。でもね、舌が虎だから、もうポイント増えてやられなくなったので、ロミナもやられてないですね。そうですね。ただラックさんもう半分以下になってる。
痛い痛い。1セントでこんなに減らされると大変だ。ラックスのヒットポイントもう438もあるのに1セントでここまで減らされてる。はい、ローガ、はい、ローガ、国家トライス、国家トライスなんかいやらしいね。あ、ダメだ。どっちみちダメだったか、マイスは。あーと、かわされる。国家トライスなんかしてこなかったっけ。飛ばしてくるんじゃなかったっけ。発車しライスがいいかな。国家トライス、国家トライス、なんか美味しそうだね。どんなご飯ものなんだろう。鶏肉がたっぷりでしょうね。国家トライス、なんかニワトリみたいだし。和国です。また慰め者のメンバーに入れている。慰め者やね。国家トライスとか攻めすぎですよ。ラックス軍よし、国家トライス、それはエグザイル、ジョコとライスじゃない。だ、国家予算。コカコーラかけご飯という可能性。コカコーラね、コカコーラ。ご飯はちょっとどうかな。回復するか、精神力は回復する。違うよ、私はみんなを助けるのよ。まあ回復役でもあるけど。よし、生贄役ですよね。生贄でもないわよ。ダーベロス、はい、76個目さんでしょ。違うよ、主人公の劣化コピー。まあレベルが上がれば鬼になるか、わら。そこまで大変よ。はい、ローガー、よしよし、ハイローが一番いいね。よいしょ、もう1体出てきて、3体出てくると嬉しいんだけど。まあダメージもでかくなるけど。ラクスかわされてるんじゃねえよ。たまにはかわされるよ、人間だもの。稼ごうと思ったらエンカウントが引く。あ、バーの手も効かないんだね、これ。俺が切るしかない、俺が突くしかない。ついてんね、ちゃんと。ひらり、
ドミナを後ろから聞いてやるぜ。やらしいわね。また下品になるじゃないの。試練だけではないんですね。ハイローが、おはよう4体。我らハイローが4兄弟。ハイローが長男、ハイローが太郎、ハイローが次男、ハイローが次郎、ハイローが三男、ハイローが三郎、ハイローが四男、ハイローがくまもん、四人揃ってハイローが四兄弟。てててててて、ぱっぱー。くまもん、ハイローが四天王じゃないんですか。ハイローがしてんのじゃないです。合わせてハイローがちょっとロミナハイローがのくだりやるためにバーンって忘れてんじゃない。おう、早くゼライル使えるようにならないかな。よし、お、5番溜まった。やつは4兄弟の中では最弱。3番目の名前なんでしたっけ。バーンの杖っていう名前でしたっけ。クマモンは仕事選ばないからな。ロミナよ、クマモン仕事選ばないからね。力の弱い私でも振れるからね。振らなくていい、かざすだけでいいから。かざすだけで稲妻落ちるから簡単。稲妻が闇を裂いて、スナック死にそう。ちょっとマイストに武器があったらダメに通るようになるかな。どうかな。いらっしゃい、ここは武器屋です。要件は何かな。どなたが持ちなさるか、どの武器が好みに合いなさるか。ライトニーでよろしいか。マイストさんはこれ以上持てませんよ。他に用はありなさるか。ありがとうございました。またどうぞ。ちょ、何、マウスさん何持ってんの。ああ、やつはマジカルキー持ってる。いや、もうマジカルキーをちょっと、ロミナに渡しましょう。持てないわよ。持ってくれよ、マジカルキー。俺も持てない。なんだよ。合成、ヒルトの聖杯。ターサファイア、バーンの杖、何削ろうかしら。誰も持てないやないかい。誰も持てない。薬草はいるしなぁ。聖杯が邪魔だね。預かり所はないからなぁ、ね、しょうがない。装備を売るしかないね。売ろう。マイスの武器を、メトロスピアを、はい、ちょっとまた攻撃力どれだけ上がるかちょっとね。マイストは早いから持てないよね。121から、はい、他に用ありなさるか。はい、99個目さん、94個目先生、ライトニー、ライトニーよろしいか。他に用ありなさるか。ありがとうございました。またどうぞ。ライトニー、よし、これで俺も戦力なるぜ。おお、151になった。オッケー。
いや今日はすごい上品ですね。みんながえこんなにこの枠上品だったっけっていうくらい上品です。いらっしゃいませ、宿屋でございます。皆様まとめて 720GP になります。お泊まりになりますか。それでは皆様方の覚醒の言葉をお教えします。アイーサタリヌズはギムとタセカズルとエヌハセデツダデガドグんガドグ。こんな上品な配信はここ数百年で数えるほどしかないですよ。ムピービニグクアドジソヤケグバゼタ W をゲズ J はイーン。これを忘れると魔物たちの呪いで二度とこの世界に戻れなくなります。くれぐれもお忘れにならないように。それではごゆっくりお休みください。ヘベレケーヘベレケーヘベレケー。おはようございます。よくお休みになりましたか。皆様のご様子からするとラックス様が敵のレベルになるのはあと9165の経験が必要です。マエス様の場合は15359の経験が、ロミナ様の場合は9112の経験が必要です。結構ダメなきゃいけないね。見とけよ見とけよ。俺のなんだっけ、俺の今買ったのにライトニー、俺のライトニーが火を吹くぜ。さあライトニーの犠牲者が来たか。間違えた、防御しちゃってしまった。ロミナちゃん、おいけるいける、やった。マエスはこれで入ろうがにはダメージ与えられるじゃない。これで素早くなったね。殲滅が速くなった。あの灯籠マイスとか。よし、これであとラックスもライトに勝ったら無敵じゃないか。無敵になるね、完全に。で昨日夜の右手出張サービスは斡旋所さんあれです。夜の右手かなり合うよね。ロミナちゃんはあのバーの手で我慢してよ。レベルはいくつまで上がるんですか。ねそれぞれ違うような気が。50あたりだったかな。 ラックスが50だったかな。私たちが最強レベルカンストさせたのをセーブしてますよ。これパスワード昔クリアした時のやつ。どれだっけ、こあそこのね、 3番か4番、1回目と2回目のクリア枠の時のあれ、カンストまで上げましたから確かどっちか。レベルが上がりすぎると能力が落ち始めるキャラいるんでしたっけ。いますね。マイストには銃を装備させるのがいいと思います。自力なのが補えるし銃世界観壊れちゃう。だとちょっとパスワード見えないじゃないですか。なかなか。ロミナもそろそろお肌とかたんにとかしまりとか起きてきますかね。全く見えなかった。私はまだバッチリよ。下品になりながら言葉を選んでるわ。もう下品じゃないわよ。下品にさせようたってそうはいかないわよ。俺はちゃんと筋トレとかしてるから
お手入れもしっかりしてるから。私に入れた男は他の女性じゃ満足できなくなっちゃうんだから。だって下品になっちゃうじゃないの。垂れるほど気もないですものね。下品になるから言わないよもう。まあただ言えるのは、筋トレをすることでいろいろな姿勢が、私と寝た男はみんな私の虜になっちゃうってことね。みんなは存在そのものが下品だからしょうがないですよ。私の虜になっちゃうわ。コッカートライフ何も言わないね。魔物じゃないわよ。ドミノは誰とでも寝るんですね。誰とでも寝ないわよ、まったく。この一言がもうアウトだよ、ロミナ。ドミノは手術とはないからな。そろそろお時間が見えてまいりました。あ、もう早いね。ハイローガさんもすごかったって言ってました。ハイローガさんやってないよ。あ、防具買おうかな、ちょっと。防具買わないと、なんか回復が毎回回復しないといけないよね。ロミナ25歳か。まあ、しかし、武器買って殲滅した方がいいか、やっぱり。攻撃は最大の防御なり。前町の人全員と関係持ったって言ってましたよね。そんなこと、あれ噂よ。なんで噂を信じちゃうの、みんな。ひどいわ。私は清純な女性なのよ。今日は延長しますか。ご指名はありますか。ご指名ない。よし。前の人が使えるようになったから。モンスターとも合体したって聞いたか。合体してないよ。必殺生物みんな兄弟って。でも俺たちダーベルスとも兄弟になってしまうじゃないか。ふぅ、しかし稼ぎがいいから。さて、セーブワールドって言いながらしてたんですね。セーブドワールド、世界を救うのよ。あ、やっぱあのハイローが3人、4兄弟がいいね。ハイローが4兄弟が。ハイローが4兄弟出てこい。わあ、ロミナ痛い。ないです。ロミナ言ってましたよね、穴があるので入れたいって。下品になってきたよ。下品になってきたわよ。あ、なんで捨ててんのこらー。危なかった。あ、そう、探せばあるんだ。探せば。危なかった。よかったよかった。危ない。これ 捨てても拾えばあるんだよ、これ。いいシステム。危なかった。その場から動かなければ。おい、いいな、拾えるシステム。そう、拾えるシステムいいね、これ。終わりも終わりで、わらわら、拾えるんだ。拾えるんです。だから今みたいに間違えて、間違えて捨てた場合はね、拾えるんです。はい。ラックスさんからオケで声を抑えてたのに喉やられてますね。ああ、ちょっと今ちょっと寝転がってますからね。ちょっと声があれかもしれない。セーフ&オープでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニ邪聖剣ネクロマンサーは毎週日曜日やってます。はい、オンでした。はい、オンです。オンでした。おっぱいです。今一瞬焦っちゃった。 おやすみなさい。一瞬オフでした。今週もお疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。下品だったな。今日も無事上品でしたね。今日は上品じゃなかった。ちょっと下品になりつつありましたね。はい、おつんです。今日も一日おつおつでした。おやすみうっかりまいす。はい、おやすみうっかりです。はい、おやすみなさい。